皆さんこんにちは。イバスカの時間です。この動画は小学校3年生の社会科、私の町、みんなの町、3時間目の内容です。3年生の社会の教科書、ノートの準備はできていますか？それでは授業を始めます。前回は東西南北を学習し、学校の周りの様子を9ページの絵地図に表して観察しました。今回はその絵地図と似た地図を見ながら学習していきます。10ページを開きましょう。先生が用意した地図が載っていますね。前回の絵地図と先生の地図を見て気づいたことはありますか？はい、はい。なんかマークのようなものが多いです。そうですね。絵地図にはなかったマークがたくさん書いてありますね。このようなマークのことを地図記号と言います。はい、方位のマークが前の地図と同じところについています。先生、同じ駅や公園があるので前の絵地図と同じ場所なんですか？よく気がつきましたね。この地図は前の地図と同じ場所を表しています。先生、色もたくさんついています。そうですね。では地図の下を見てください。地図記号や色の説明が書いてあります。どんなものがありますか？はい、学校の記号は漢字の文の文字の形です。はい、橋も地図記号があるんですね。地図の中で橋を探せますか？先生、右下に物差しみたいなものが書いてあります。それでは動画を一度止めて、皆さんもいろいろな地図記号を自分のノートに書いてみましょう。書き終わったら再生してください。さあ、書けましたか？実は他にもいろいろな地図記号があるのです。34ページ、35ページにもいろいろな地図記号が載っています。見てください。それから興味を持った人はぜひ地図帳やインターネットなどで調べてみてください。面白いですよ。それから D マークが下についてますね。インターネットで地図記号がわかるかなにチャレンジしてもいいですね。それではどうしてこのような地図記号があるのでしょうか？9ページの絵地図と比べながら考えてみましょう。はい、絵を描かず簡単に建物などを表せるからだと思います。はい、物差しみたいなものがあると距離が分かりやすいからです。それでは動画を一度止めて、皆さんも自分の考えを書いてみましょう。書き終わったら再生してください。書けましたか？記号や物差しのようなものがあると誰でも分かりやすい地図になるのですね。では、10ページの地図を見て、この町の様子で分かることは何でしょうか？はい、はい。広い道のところに地下鉄って書いてあるけど、地下鉄って何？地下鉄というのはですね、地面の下を走る電車のことです。はい、お寺が多いです。はい、パッと見て、
家が多いです。なるほど、色を見ると何が多いのかもわかりますね。それでは動画を一度止めて、皆さんもこの地図からわかることを書いてみましょう。書き終わったら再生してください。書けましたか？誰でもわかりやすい地図を見ると、その土地の様子がいろいろと見えてくるのですね。それでは最後に改めて教科書10ページ11ページをよく読んで、今回の学習のまとめを書きましょう。これで伊庭スタ小学校3年社会、私の町みんなの町3時間目を終わりにします。